ライオット。ライオット。ライアットは、アメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。米国産メタルの最初期から活動するグループの一つ。2012年、唯一の創設メンバーであった主催マークリアリが死去して、活動停止状態にあったが、残されたメンバーの意向によりバンド名を、イオット V に改名して、活動を再開した。活動期間が非常に長く、 極めてメンバーチェンジの激しいバンドであること、またメンバー構成によって音楽性も少しずつ異なるため、ボーカリストの在籍期間ごとに区切って記載する。バンドによる、フェーズ1、キースペランツァ、フェーズ2、デッド・フォレスター、フェーズ3、ドニムーア、フェーズ4、ミケジメオ、アンドナウフェーズ5、トッド・マイケル・ホールとの説明があるため、そちらにも準拠する。各 パートごとの詳しい在籍期間はメンバーを参照。1975年頃、ニューヨークブルックリンでギタリストのとドラマーのピーター・ビテリを中心に結成された。当初はキーボードプレイヤーを含む5人編成であったが、後にプロデューサー、スティーブ・ローブの提言によりギタリスト2人の編成へと変化する。1977年に スティーブ・ローブが主催していたファイアサインなる個人レーベルからファーストアルバムをリリース。このアルバムは翌1978年に日本でも怒りの廃墟という放題でリリースされ、特に現在に至るまで彼らの代名詞的と目される楽曲ウォリアーは幻の叫びという放題でシングルカットされ、さらにアイドル歌手のいがらしゆうきによってバイバイ防衣なる。 タイトルカバーもされた。リアリにとっても、当時日本で人気を博したことは予想外だったとのことで、その後も日本とは何かと関係が深く、現在に至るまで日本は彼らの主要なマーケットの一つでも、あ、このファーストアルバムには、東京オローズなる楽曲もある。1979年にキャピトルレコードからリリースされたセカンドアルバム及びそのアルバムに収録されている。 インストゥルメンタルチューンのタイトル、成田は、日本の成田国際空港にまつわる、いわゆる、成田闘争に由来している。この曲も、ウォリアーと並び彼らの代表曲の一つであり、また数ある HM、HR のインストチューンの中でも特に知名度が高い、楽曲の一つでもある。この頃の楽曲は、コードワークによる、ギターリフ中心のアメリカンハードロックがメインではあるが、 前述の、ウォリアー、ナリタを、はじめ、後に、ファンから、ライオット節と呼ばれることになる、ツインリードギターによって奏でられる、アメリカのバンドらしからぬ、独特の哀愁を帯びた叙情的なメロディがすでに見られる。また、後々に至るまで良くも悪くもこのバンドの、トレードマークとなる、頭部のみアザラシでそれ以外が人間という謎の、キャラクター、ジョニーが、ファーストアルバムからずっとアルバムじゃけ、 に登場している。ナリのアートワークは、ボーカリストが足を広げて鏡、口を尖らせている写真に酷似しているが、ジョニーのモデルはバンドのローディであったミケ・マイテ・タイヤであり、彼はロックシティというファンサイトを運営していたこともある。タイヤとジョニーについては、伊藤正則がロックシティ再発 CD のライナーノーツに、笑いがこぼれるほど、そっくりだったと記述している。 1980年、ジューダス・プリースと、レインボー、スコーピオンズなどのバンドと共に、第一回モンスターズ・オブ・ロックへの出演を果たした。1981年、エレクトラレコードに移籍して、サードアルバムをリリース。同アルバムは、ビルボードを200で99位を記録し、母国アメリカにおいて、唯一のトップ100入りを果たした。しかし、スペランザが、 ツアーに疲れたとの理由で脱退。後任には、地声を生かした個性的なハイトーンボーカルを得意とする。スペランザとはタイプが異なり、中音域のブルージーな歌唱を得意とするが加入した。この時点で、すでにリアリー以外のオリジナルメンバーは一人もいなく、なってしまった。ホリスターを迎えて制作された1982年発表のホースアルバムでは、ホリスターの 歌唱スタイルに合わせたのか、ブルーズ色の強い楽曲が大半を占め、序情的なメロディは交代した。この音楽性の急変ゆえか、このアルバムは前作ほどの商業的成功を収めることはできず、契約召喚のためにミニライブアルバムをリリースした後、エレクトラとの契約は打ち切られ、自作のリリースはカナダのインディーズレーベルからとなった。本作は、 ホリスター時代の作品であるがゆえか、前作同様評価も、注目度も低い。しかし特に、リアリ作の楽曲は、本来の叙情的なメロディーを取り戻しており、ホリスターの性質がうまく、ライオット節に合致し、この時代の音楽性を最も好むとまで言うファンも存在する。しかしながら、これ以降活動は停滞し、ついにバンドは解散してしまった。この解散時期は、 後にマークリアリがバーンのインタビューで語ったところによると、ダイヤット名義で活動を続ける限り、マネージメントとの理不尽な契約に縛られてしまうため、それを回避するための偽装解散であったという。この時期、リアリはテキサスに渡り、地元のバンド S、A、スレイヤー、スレイヤーとは無関係のメンバーである、スティーブ・クーパー、ドン・バン・スタバン、デーブ・マック・ラインと共に、 成田という名義で活動した。当時の音源として、ザ・フィーリング・イズ・ゴーン、ライアー、サンダー・スティールの3曲が収録されたラジオ曲向けのデモテープが存在する。こうした活動を続けていた、リアリのもとに、1986年、ファイヤー、ダウン・アンダー以降のドラマー、サンディスレービンから再結成の話が持ちかけられ、リアリ・ワイス、エースレイヤー成田のベーシスト、 ドンバン・スタバンを伴って、スレービンのいる LA に向かう。こうして、リアリ、スレービン、スタバンに、ボーカリストに、ハリー・コンクリンを加えて、ライアット名義での再結成が実現し、ツアーを行った。この再結成ツアーには後に、レッド・ホリスターが合流した。このツアーでは、新曲として、サイン・オブ・ザ・クリムズ・オン・ストームが演奏されている。こうして、再結成を果たしたものの、 リアリとの音楽的方向性の違いから、スレーヴィンが脱退、ホリスター・ら他のメンバーもバンドを去り、リアリ、スタバンの二人だけとなってしまったが、センは、細いがメタリックなハイトーンボーカルが、特徴のが加入、ライオン等の活動で知られるドラマー、マーク・エドワーズを迎えて、再結成アルバムのレコーディングが開始された。ドラマーには、結局、エドワーズに代わりなる、プログレ、 スラッシュメタルバンドでプレイしており、後に、ハルフォード、セバスチャンバック、その他様々なアーティストとの共演でも知られる子になるが、加入し、リアリ、スタバン、ムーア、ジャーゾンウェクというメンバーで1988年、再結成第1弾アルバムがリリースされた。本作リリース当時は、スラッシュメタルやパワーメタルなどの攻撃性と疾走感を全面に押し出した。 ヘビーメタルが人気を博しており、その影響からか、本作はこれ以前と比べて、哀愁のメロディは保つつ、スピード感、攻撃性は全く異なるサウンドとなった。その衝撃的な内容に、それまでのファンは変化に驚きつつ、そのクオリティにも驚いた。新たに、スピードメタルを求めていたファンも獲得し、バーン、シア、FM 番組、パワーロックトゥデイ等の人気投票で、 軒並み上位を獲得するなど、日本のメタルファンの中で大きな地位を築くになる。サンダースティールの裏ジャケットには、アザラシがスーパーマンのような格好で登場しており、彼はここで初めてジョニーと名付けられている。ただし、海外版のみで日本版 CD にはいい。当時、世界に数台しかない最新機器を使用し、制作が行われたが、うまく使いこなすことができず予想よりも、 軽い音で仕上がったことを後に、トニー・ムーアは語っている。この年には、ムーア、リアリ、スタバン、ジャーゾンベクの4人編成で、全米ツアーなどを行った。1989年には、をレコーディングし、その後に2人目のギタリストとして、マイク・フリンツが加入した。このことに関し、リアリは、昔の曲を演奏するにはもう一人ギタリストが、 必要だったとライジのインタビューで語っている。1989年12月、この5人編成で、初来日公演が実現し、当時未発表であった新しいアルバムから、メタルソルジャースと、ストーミング・ザ・ゲイツ・ローヘルを演奏した。来日後の1990年、ザ・プリベリッジ・オブ・パワーがリリースされた。このアルバムは、ジョーリン・ターナーや、タワー・オブ・パワーなど多彩なゲストが参加していたが、 大胆な保温セクションの導入や、曲間に挿入された、長いものだと1から2分以上にもわたる、SE 等実験的な要素が多く、当時物議を醸した。同年6月、早くも2度目の来日公演が実現するが、この来日を前にスタバンが脱退。公認には、ジャーゾン・ベクと共にプログレメタルバンドのメンバーでもある、ピート・ペレスが加入。1991年、 キーボードプレイヤー兼バックボーカリストとしてが加入、バンドは一時的に6人編成となる。1992年、ビジネス面での対立により、トニー・ムーアが脱退してしまい、急遽、リメオをリードボーカルに転向させて、1993年、再結成の3枚目となる、をリリース。スタジオアルバムでは、バンド史上初めて、アザラシ、ジョニーがジャケットに登場しなかった。 これ以降の音楽性は、基本的には、サンダースティールの延長線上のパワーメタルであるが、ムーアとは全くスタイルが違い、中音域寄りでややハスキー、かつ湿った性質のディメオのボーカルのため、またリアリの作曲パートナーが、パワーメタルを得意としていた、スタバンではなくなったこともあり、攻撃性は薄れた。さらに1990年代前半頃から始まった、グランジ。 オルタナティブの流星など、正当派ヘビメタルに対する逆風の吹き荒れる時代の、数星も、相まって、アルバム自体の話題、セールス等でも全盛期を超えることはできていない。アルバムのリリース後、ジャーゾンベクが脱退。公認にはマイ TNT のが加入。1994年、3度目の来日公演を行う。1995年、 ザ・ブレスレイ・ s s e d and t h をリリースしたものの、サウンドプロダクションをめぐって、デビュー当時からずっとバンドに関わってきたプロデューサー兼、マネージャー、スティーブ・ローブとの確執が表面化するなど、音楽面以外でも様々なトラブルに見舞われてしまい、中心人物であるリアリが、音楽活動に集中できる環境であるとは言い難い、状況となっていた。1996年、4度目の来日公演を、 行うその後、スティーブ・ローブとの決別を経て、ゼロコーポレーションへと移籍した。1997年、ドラマーにジャーゾン・ベックが復帰してアルバムおよび EP をリリース。1998年、5度目の来日公演を行い、同年その模様を収録したライブ版をリリース。1999年をリリースするも、直後に、 ジャーゾンベクがハルフォードに引き抜かれてしまい再脱退した。ツアーではパッド・マクラスが代役を務めた。このアルバムに伴うツアーでは来日公演は実現しなかった。2000年、元レインボー、ブラック・サバス等のドラマー、ボビー・ロンディネリを迎え、ジャーゾンベクの予定に秋が出るのを待ったが、結局活動のめどは立たず、2002年をリリース。その後ロンディネリは脱退し、 公認に、ホーリーマザーのメンバーであるフランク・ギル・クライストが加入。2005年、6度目の来日公演を行い、ボーカリストを、ザ・リザーズの活動のため参加できなかったディメオに代わり、ギル・クライストと共にホルマザーのメンバーだったマイク・ティレリが務めた。2006年、オリリース。ここでは、ディメオがボーカリストを務めたが、2007年、7度目の来日公演では再び、 ティレリがボーカリストを務め、ディメオ時代には再現できなかったダンサブデストのムーア時代の楽曲を披露し往年のファンを狂気させた。2007年末、ディメオは掛け持ち加入していたマスタープランに専念するために正式に脱退。以前よりたびたび参加していたマイクティレリの正式加入があったが、すぐに後日のサンダースティールレユニオンの企画が立ち上がったため、 活動することなく脱退した。2008年、サンダースティール20周年を記念して、同アルバムリリース当時のメンバーが再集結して、アルバムをリリースすると発表。ムーア、リアリ、スタバン、ジャーゾンベックという、サンダースティール、ザ・プリベリッジ・オブ・パワーのレコーディングメンバーにフリンツを加えた5人、初来日時のメンバーで、アルバの制作を開始。 2009年6月にはこのメンバーで、テキサス・サン・アントニオでライブを行い、新曲、ウィング・ズ・アー・フォー・エンジェルスをはじめ、ムーア時代の曲を中心に披露し、その後、スウェーデン・ロック・フェスティバルなどのイベントに参加した。しかし、旧公式サイトの管理人シックススメンバーによる、レイユニオンには関われないとのホームページへの書き込みなど、以前の関係者とリユニオン側の関係者との間に、 何らかの確執があった様子も伺える。2009年10月、8度目の来日公演が実現。それに先駆けて、同年同月、サンダースティール、ザ・プリベリッジ・オブ・パワーがデジタルリマスタリングを施されて再リリースされた。この2枚のアルバムには当初ボーナストラック追加の予定があったようだが、実現しなかった。この日本公演中に、 ムーア自身による新しいレコード春に出ますとの日本語のアナウンスがあり、ファンは期待を寄せたが、今後の活動方針をめぐって意見が対立し、ムーアは再脱退し、フェイスファイアに専念すると発表された。ムーア脱退を受けてバンドは公認のボーカリスト探しを始めたものの結局決まらず、2010年9月にムーアが復帰した。2011年にアルバム お発表。2012年1月11日、リーダーのマークリアリが蜘蛛膜下出血を発症して、昏睡状態となる。バンドは予定されていた公演をリアリ抜きの編成で行うが、リアリは回復することなく、長年患ってきたクローン病の合併症により1月25日に死去。遺族の意向もあり、ライオット名義での活動に終止符が打たれた。 トニー・ムーアはすでに活動する意欲を失っていたため、脱退した。リアリの死後しばらくは活動する意欲を失っていたメンバーだったが、バンドは残りのメンバーでの活動継続への道を模索し始める。2013年、トニー・ムーアの後任として様々なボーカリストを調査した結果、トッド・マイケル・ホールが加入。そして、これまでバンドを牽引してきたマークリアリに敬意を 表して、ダイアット部と解明した上での活動継続を発表。2014年1月、空席だった二人目のギタリストとして、26歳のニックリーが加入。また、ボビー・ジャーゾンベクは多忙のため活動に参加できず、バンドは、ジャーゾンベクの予定が開くのを待たずに、代役として、アーミー・オブ・ワンでドラムスを担当した、フランク・ギル・クライストが復帰した。 ジャーゾンベク脱退の正式発表はなかった。その後、ヨーロッパで数公演を行い、新曲、メタルウォリアーを披露した。2014年8月、マークリアリ没後発のアルバムとなる、を日本先行リリース。10月、ラウトパーク14へ出演し9度目の来日公演を行う。89年の来日公演での思い出について歌った。 ランド・オブ・ザ・ライジング・サニア、ムーア在籍時には決して演奏されず、その再脱退以降レパートリーに加わった、リメオ時代の楽曲、エンジェル・アイズなどを1時間弱のステージで披露した。その後、アメリカ、ヨーロッパなどで、新アルバムがリリースされたが、音質が日本版とは異なるほか、ボックス仕様のジャケットにミニポスターが付属するなどの違いがある。日本版、ボーナストラックと歌った。 サンダースティールは海外版にも収録されている。2015年3月13日、ニューヨークで行われたフェスティバルに出演した際、過去に在籍していた L.A. クバリス、リック・ベンチュラがゲストとして参加した。4月25日、ドイツで行われたキープ・イット・トゥルー・フェスティバルに出演した際、会場にて1000枚限定で初のトリビュートアルバム。 サンダースチールダウンアンダーが販売され、その後6月に一般販売された。9月に10度目の来日として単独公演を行い、全公演で L.A. クバリスが帯同し、東京ローズ、ロックシティ、ボリアーの3曲で共演した。最終日の川崎公演では、ニューアルバムが出て以降セットリストをちしていたメタルソルジャース、スティル・ユア・マンを含む27曲が演奏され、 ファンを沸かせた。なお、アンコールのランド・オブ・ザ・ライジングんの演奏前に2階席にいた伊藤正則が紹介された。2016年ツアーの合間に新しいアルバムのレコーディングを行うと発表。8月の南米ツアーでは、ムーントゥースの活動のため参加できなかったニックリーの代役としてランス・バーンウォールドが参加し、 また10月初旬に行われたテキサスでの各公演では、上位ビローボスが参加した。10月9日、ラウドパーク16へ出演のため11度目の来日。ゲストにリック・ベンチュラを迎えて、サードアルバム、ファイア・ダウン・アンダーの完全再現が実現した。近年は、メタル界から離れていた元メンバーのトニー・ムーアが、YouTube 上でのインタビューに応じ、新しいメタルバンドの結成を発表。 自身は、ボーカルとベースを担当する。また、イモートルソウル制作時に、オクライリになった楽曲が多数あることを明かし、ダイアットの新作に収録される可能性を示唆した。2017年、バンドのドキュメンタリー、ファイト・オ・アール・ホールを制作し、ガイ・スペランザ時代を取り上げた第一部をマークリアリの誕生日である6月7日に公開。 メタルブレードレコードより1998年のライブアルバム社員 ON が再発売し、ボーナスディスクとして98年1月31日の来日公演を収録した DVD が付属。9月に秘蔵ライブ音源を集めた公式ブートレグボックスの第1弾を、11月には第2弾をリリース。同じく11月、ドキュメンタリーファイト・オアール・ホールの第2部を公開。 2018年3月、88年のアルバム、サンダースティールの発売30周年を記念し12度目の来日公演を実施。前後2部構成で、1部では当時未発表の新曲、アーマー・オブ・ライト・メシーを初披露。2部では、サンダースティールの完全再現を行った。公演の模様は11台のカメラにより撮影され、10月に DVD がリリースされる予定。 二日目のアンコール、ウォリアーでは、ラウドニスのベーシストである、山下正義が、ゲスト参加。四月、ニュークリア・ブラストへ移籍後初のアルバム、をリリース。三十周年の、サンダースティールを意識し、スピード感あふれる内容となった。五月、ドキュメンタリー、ファイト・オ・アール・ホールの、第三部を公開。BR 九月、メタル・ウィーク・エンド第三弾と題して、 ラウドネスとのダブルヘッドライナーによる13度目の来日公演が実現。約9 0分のセットの中で、新婦のアーマー・オブ・ライトから、前回の来日で演奏されなかった、ビクトリー、コット・イン・ザ・ウィッチーズ・アイ、エンジェル・エス・サンダー、デビル・エス・レイン、ハート・オブ、エー・ライオンの4曲を披露。アンコールの、ウォリアーではラウドネスから、ニー・ハラミノルと山下正義が、 ゲスト参加した。BR 同じく9月、レア音源集の第1弾が発売。デビュー前の未発表曲や、アルバム、ナリタのラフミックスなどを収録。例年10月に開催されていた、ラウトパークへ出演し、黄金期を支えたメンバーであるトニー・ムーアとボービー、ジャーゾン・ウェクをゲストに招き、サンダースティールの完全再現を行うと予告していたが、2018年は、 ラウトパーク自体の開催が見送られたため実現しなかった。11月、サンダースティールの30周年記念版がリリース。1988年に4人編成で出演したテキサスでのフェスティバルの模様や2009年の来日公演の一部映像などを収録した DVD が付属。2019年2月、レア音源集の第2弾が発売予定。 ボーカル、ギター、ベース、ドラムス、キーボードを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。